ほらほら、オッケーオッケー。はいはい、じゃあダンプして。いいよ、ダンプ。これぐらいですよね。こっちもですよ。 OK。 いっぱい止めます。スタップ準備できました。はい、スタート。はい、途中やります。Thank you.
はい、お疲れかっちゃん。お疲れはよ。今日はね、母ちゃんフラフープじゃなくてダンプからのスタートですが、できたじゃん母ちゃん。ね、まああれはちょっと今日はねダンプだけじゃけど、でもできたじゃろ。で、母ちゃんの免許じゃったら、あれ道路もちゃんと運転できるんだけどね、母ちゃんの免許で。あとはあの、まあ慣れるだけはちょっと大きいけんね。うん、いうことで、そのうち母ちゃんがダンプに乗ってね、ガーッてやってくる姿も見れるんじゃないかと思いますけども、そんな感じで種まきもセッティングの方から今日はもう母ちゃんにちょっと任せてみたんだけど、もうあれで分かったじゃろ、セッティングも。今度は運ぶの時に運ぶ機械全部そうだね全部自動でやってくれりゃ、まあそれが一番いいんだけど、まああんな感じでね、もうわしがおらんでも、用事で出とる時でも、セッティングから全部母ちゃんに種まきの方はね任すことができるんで、今後もねいろいろ母ちゃんにお世話になりながら2人で、頑張っていこう言うとりますけども、そんな今日ですが、実はお知らせがあるよね母ちゃん。ね、以前から言うとおりますテレビの放送なんですけども、来週の10月14日木曜日の夕方6時56分、夕方ですよ、夕方の6時56分 RCC テレビで、つなぐ大地の絆というね、番組、3分ぐらいのね農業だけのことに特化した番組なんですけども、そこにこのね番組のタイトルのようにつなぐ大地の絆いう番組名じゃろ、この番組名のようにほんまその絆をね描いた今回の僕たちの、取り上げてもらった内容は、あの原田ファームの原田さんたちがね、うちの災害後あのボランティアを募ってね、片付けに手伝いに来てくれたその様子が、皆さんにお届けできるかと思いますので、これまあ RCC は広島県のみのローカル番組ですけども、これはインターネットでも公開されますので、あの RCC が見れない方もネットの方でね、見ていただけると思うんで、そこはまたあの放送日決まっ、あの放送過ぎたらね、放送が終わりましたら URL 貼り付けたいと思いますので、ぜひね見られない方はそちらで見ていただければなと思います。ね、すごいね、本当 RCC さすが、私の親戚で埋められるよね。そうそうそう、インターネットじゃっけ、フィリピンとかカナダとか、ね、世界中で見られますので、本当そのテーマも辛いけど、でも、もう希望がいっぱい、そう希望がいっぱい詰まってる ね、内容なので、ぜひ皆さんのおかげ、ほんま皆さんのおかげでね、はい、そんな感じで、今日が金曜日じゃろ、うん、もう来週の月曜日からいよいよ出荷の方も始まりそうな感じなんでね、週明けたらバリバリこのプリプリのね、もう抜群のチンゲンサイの出荷の様子も、お届けできるんじゃないかなと思いますのでね、楽しみにしとってください。あとありがたいね、あのショートムービーやってみただけ、ね、そうそうそう、コメントは面白かったとかショートムービーね、フラフープ練習しようはい、というところで今日はこの辺で終わりにしときましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲンサイスーパーハーちゃん、 It's time to フラフープ